510阪神501系電車は、かつて、阪神電気鉄道が保有していた、路面電車車両で、北大阪線開業に際して製造された、同社が所有した旅客車では、唯一の四輪単車であった。阪神初の支線として1914年8月に、野田天神橋筋六丁目間で開業した北大阪線用の路面電車車両として、 1913年暮れから1914年にかけて木造四輪単車の501型が18両製造された。製造は名古屋の実行車両で当初は24両の予定であったが計画変更で製造量数が20両となりそこからさらに縮小されて18両の製造となった。路面電車タイプの両運転台車で車体は木製。 全長約7.9メートル、屋根はモニタ屋根、客室とデッキの間には扉があるが、上高口には扉がない。前面も当初はベスチュビュールなしで計画されていたが、製造時には紙半部に窓ガラスを取り付けられ、右窓内に方向膜を装備した。しかし、ポール操作の関係上三枚窓の中央は書き取られており、窓の下半部は、 手ブレーキ操作のため四角の穴が開けられていた。台車および電装品は、台車はブリル 21E を履き、モーターは出力1 8 7キロワットの GE-54A を2個搭載し、制御機は直接制御の GE 製の B-18 を装備し、ブレーキは電気ブレーキと手ブレーキを使用した。終電装置は1系同様のダブルポールであったほか、 全線併用軌道を走行する関係で全面に救助網を装備した。501型は、1914年8月19日の北大阪線開通に際して、野田駅構内に新設された、野田車庫に18両が配属されて予定通り来た、大阪線運用に充当された。しかし、1916年に8両が廃車となり、他社へ譲渡された。1921年には、 本線で余剰となった51型が北、大阪線に転属して501型と共通使用されるようになった。1916年9月14日付で511から518の8両が廃車されたが、阪神の車誌にも当初から重量製造とされており、8両に関する資料は残っていない。しかし、そのうちの1両が王子電気軌道に譲渡されて、 同社の7号になったという話が残っているほか、1926年設計認可で、複白電車に1両が譲渡されて、同社の169号になったという記録が残っている。この時期の阪神本線は、乗客数が急上昇していたが、車両の増備も第一次世界大戦の影響で、台車や伝送品などの輸入が困難であり、501型は、 低速の四輪単車で本線の高速走行に全く不向きなことから車両不足にもかかわらず501型を廃車せざるを得なかった。1920年には吹きさらしであった前面窓中央にも窓を取り付けたほか、創下部の開口部にカバーを取り付けた。ただし、中央部分はポール操作のために開口部となっており、その左右に取り付けられたカバーは、 ブレーキハンドル操作のために大きく張り出しており、高運転台風の前面窓と合わせて一周ような前面を形作ることとなった。その後、時期は不明であるが、制御装置を GE-18A に換装したほか、1929年には大阪駅価格分離に伴う梅田貨物線開業のために立体交差を余儀なくされることから、鉄道省からの補助金で、 SM-3 空気ブレーキを追接、同時に DH-10 コンプレッサーを搭載した。こうして改良を重ねながら、北、大阪線で使用されてきた501系であるが、時代が大正から昭和に変わるとともに、沿線の開発も進み、四輪単車の501型では、輸送力が不足するようになった。同じ1929年の31系の、 心臓に伴い、第一線を退いて、予備車となったが、再起することなく1933年3月前社、廃車された。廃車翌年の1934年には6両が、半海電気鉄道に譲渡され、同社の 51K51 51から56となった。このほか、502と510の2両が、前面窓の撤去や抵抗器の増設などの改造を、施されて、 車庫内における入れ替え者となった。ありがとうございます。